皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。さあ、以前お知らせした通りですね、先日の大分学府検定、私、おかげさまで1位をいただきました。そしてですね、合わせて辻野勲記念賞という賞もいただきました。これはですね、大分のことをですね、大分県民をもっと知ってほしいということで、県内各地のですね、3カ所のですね、体験もののですね、賞なんですけども、今年は新型コロナウイルスの関係で、その各そのいつもお世話になっている3カ所から、それぞれ贈り物ということで、体験ではなくこう、美味しいような、お土産系をですね、いただくということになりました。これ随時ですね、届くようなんですけれども、対象が、ですね、県中部の湯布院玉の湯様からの加工品の詰め合わせセットで、2回目が県南佐伯市構えの丸二水産さん、からですね、磯のですね、伊勢海老をいただきました。で、今回3回目、いよいよですね、今度はですね、県北部の宇佐市安治見町から、じゃじゃん、見ますかね、王様のぶどうの詰め合わせをいただきました。こちらですね、安治見町ですね、宮田ファミリー農園さんですね、代表のですね、宮田誠一さんは大分学でも有名ですし、観光カリスマや安治見のクリーンツーリズムでも有名な方です。こちらから素敵な商品をいただきました。今回もですね、お礼とともに、商品のご紹介をいたしますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、王様のぶどうをですね、開封の木でございます。結構重さがあるんですよ。じゃん、開くかな。開きました。おっと、これがね、宮田さんからですね、お礼のですね、お手紙いただきまして、本当にありがとうございます。はい。そしてですね、こちらが農泊のすすめということで、宮田誠一さんはですね、観光カリスマで、この味ぶどうですね、グリーンツーリズムの提唱者でございます。大学の同級生がですね、この味ぶどうのグリーンツーリズムについて研究をしてました。素敵な本もありがとうございます。そして、チャラン。こちら、王様のぶどう酒ですね。わあ、お酒ですね、こちら。ワインになってます。これ、ディンの池森さんとか好きそうですね。ありがとうございます。もう一丁。こちらが濃厚なブドウジュースでございます。ね。このね、味分のね、ブドウ、ね、これ美味しいもの、いただきまして。あ、すいません、ちょっと形が。そして、こちらのツーリズムの本も合わせてですね、いただきました。本当にありがとうございます。ということでですね、本当宮田さん、本当にありがとうございます。ファミリー農園様にはですね、2018年の夏、大分学研究会の例会で、お邪魔しました。実際にですね、宮田誠一さんの、農園と、そしてお店にもお邪魔しまして、お話も伺うことができました。本当にこの味む盆地で寒暖差があって、みずみずしい、こうですね、味の濃いぶどうが特徴でございます。実際現地でもいただきましたが、本当実が大きくて、そしてソフトクリームを私はいただいたんですけども、もうそのソフトクリーム加工品にしても濃厚な味、この美味しい酸味の効いたですね、ぶどうの味が感じられるというのは本当にスイーツ好きとしては嬉しかったです。で、あと宮田さんですね、その時はですね、長期休暇、ロングベーケーションですかね、木村拓哉ではないですけど、こう長期休暇の大切さも訴えてました。産業をね、こう動かすには観光もそうですし、ね、長期滞在してもらうことが大事だということを、おっしゃってまして、そして民泊の話もですね、出ておりました。この町づくりというところでもですね、勉強させていただきました。本当にありがとうございます。うちはですね、ぶどう大好きですし、そしてジュースも私大好きですから、美味しくいただきたいと思いますし、またいつかですね、宮田ファミリー農園さんにもお邪魔して、今度こそはですね、またコロナが落ち着けば、ね、ぶどう狩り体験もね、したいところでございます。改めまして本当にありがとうございました。ということでですね、辻野勲記念賞の商品を3つですね、これまでご紹介してまいりました。
本当に県内各地の魅力をですね、今回いただきまして本当にありがとうございます。そして地元に行ったからこそなかなか実は意外と触れていないとか、ね、召し上がってないとかいうものもございますので、これを機にですねもっと大分の良いものうまいものなどをですねと出会って、そしてまあ皆様に紹介をいたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタンねお願いいたします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。まもなく700名ですけどもね、また1000人目指して頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。大分のことどんどん PR して、ね、頑張ります。それではまた。